カウト系のの反乱は、1852年11月8日に、サーミ人のグループが、ノルウェーのカウト系ので起こした、集団暴動事件である。ノルウェー人のワイン商人、カール・ヨハン・ルースと、保安官、ラーシュ・ヨハン・ブクトが殺され、商人の家が放火された。牧師、フレデリック・ボール・デマール・ハバスレフや反乱に反対する、サーミ人も襲撃されたが、反乱のメンバーは、 サーミ人によって鎮圧され、司法当局に引き渡された。反乱者側の二人が、事件中に殺され、リーダーの、アスラク、ヘッタ、アズラク、ヤコブセンハッタと、マンズ・アスラクソンゾンビは、後に処刑された。この事件のリーダーたちは、スウェーデンの牧師、ラースレービレスターニュースの信仰復活運動に影響を受けた人々である。遊牧民であるサーミ人は、 カレスのレスターディウスの元を訪れ、彼の説教を聞いた。1800年代の初めから、サーミ人への種類の蔓延が悲劇を招いていたので、禁止を訴えるレスターディウスの説教は、サーミ人の共感を得ていた。1848年に、レスターディウスが南のパヤラに移されると、カウト系ののサーミ人は、レスターディウスの教会に訪れることが困難になった。 レスターニュースの信奉者であったアズラック、ヤコブセンハッタラは、カウト系のの教会の聖職者たちと対立し、保安官に通報され、治安を乱したことで出頭を命じられたが、夏の遊牧地から移動していた彼らは出頭しなかった。教会は事態を憂慮し、新しい牧師として、サーミ号を話す64歳の牧師、フレデリック・ボール・ゲマール・ハバスレフを送り、 レスターニュースの信奉者らと話し合わせたが、対立は深まり、事件で殺害されることになる商人ルースとその従業員が彼らを追い出した。保安官に通報され、4人のサーミ人と、八田兄弟らは逮捕された。1852年2月に22人のサーミ人に、裁判の判決が下され、最も重い判決は2年間の懲役で、 それ以外の人物にも数ヶ月の懲役が言い渡された。高等裁判所に訴えたが、刑は覆ることはなかった。11月に飛行勤者の家族たちが集まり、35人の成人と22人の子供たちの集団が、ブクトの家を襲撃した。駆けつけた保安官のブクトも殺され、ブクトの家は放火された。近在の村の19人が集まり暴動は自圧された。 この過程で二人の反乱のメンバーが殺された。反乱の参加者のうちアズラックヘタとマンズソンビは処刑され、その他の参加者も獄中で死亡した。反乱時に18歳だったラーシュヘタは獄中で聖書を北部サーミ語に翻訳する時間を与えられた。晩年のラーシュヘタ、ありがとうございます。